川越市西五千番町2丁目にやってまいりました。お邪魔します。まず玄関入りますと、左手ご覧ください。このような大きいサイズのね、ごま消防ですね。これいいですね。ウォークインですからね、まあ外からベビーカーだとかアウトドアのいろんなものが、グッズが放り込みます。そして反対側にはこのように鏡がついた大きなですねシューズボックスがございます。可愛いね、木目調で表面仕上げされてます。そして上がりますと、まずこのように洋室がございます。二面採光で明るいお部屋となってます。こちら5畳ございますね。そして隣接するリビングということで、リビングも16畳、開けますと22畳になりますから大きいですね。そしてこのように収納がありますので、ね、リビングとしてこう広げて使ってもですね、たくさんの、ね、ものが出てまいりますので、ありがたいですね、収納が。そしてリビングに入ってまいりました。ちょうどね、真ん中にですねキッチンが来るようになってますね。この辺りがダイニングになります。ダイニングのカウンターもありますのでね、いい感じになってます。そしてこのように窓がですね、出窓タイプになってます。これもね、おしゃれです。いいですね、こう何かこの窓のね、出窓のところに置けばですね、素敵な空間となります。そしてキッチンです。システムキッチン、素敵なシステムキッチンですね。淡いね、木目調の表面仕上げで、はい、シンクも大きい、浄水機能がついてますね、蛇口は。そして真ん中にこのようにジャン、食洗機もついてます。使いますときに喜びますね。そして IH のコンロですね、3つのですねこう調理ができます、一度に。そして大きなレンジフード、すごい怖いですね、これね。勝手口があるときにですね、もう生ゴミがすっと外に出せます。そしてこの反対側、これにカップボードとキッチン収納がしっかり整っていて、キッチンと同じ表面仕上げですので、もう本当におしゃれな空間となっています。はい、それではリビングを後にして、まずこちらが1階のおトイレです。おトイレも、ね、白ベースに清潔感あふれています。そしてこのねコントロールパネルがね、ベースっていうのが非常にありがたいです。使い勝手がいいですね。窓も大きくて大変換気性が良さそうです。そしてその奥が洗面所です。洗面台もこのように、ね、三面鏡がついて明るくて大変素敵な空間となってます。窓も大きいです。朝のねお目覚めの空間として非常に良いですね。そしてその奥が浴室となってます。浴室もね、このバスタブも広い、窓もね、大きくていいですね。一つの面が、これはね、どっちかと濃いブルーが入ってますね。素敵な、なんかこう、おしゃれな、こう、一つの面として、表面仕上げされてます。洗い場も広いです。それでは、2階に上がってみましょう。どんな空間が待ってるでしょうか。まず上がりまして、こういったところもおしゃれですね。こういったね、くぼみがあります。ここにお花を一輪あげばね、素敵なセカンドフロアになります。はい、窓もあって明るいですね。このフロアね、ホールがいいです。はい、一つ目の部屋、あ、こちらも窓が出窓でした。まあおしゃれなこと。そして外に出ます、二面採光になりますね。このようにクローゼットも、大きいサイズのクローゼットが出てます。ちょっとバルコニー出てみましょう。あ、広い、前がね、今建物が建ってませんから、とても開放感が溢れてますね。はい、向こうは学校みたいですね。はい、素敵なバルコニーです。
3つの部屋からすべてバルコニーに出れますので、お部屋からね、お布団など干すのに大変便利です。2つ目の部屋行ってみましょう。はい、2つ目の部屋ですね。このようにクローゼットもしっかりと大きいサイズが、真ん中のお部屋も備え付けられました。そして2階のおトイレですね。2階のおトイレです。はい、窓も大きくて換気性能も良さそうです。使用ベースに大変清潔感が溢れてます。コントロールパネルが別ですので、とても使い勝手が良さそうです。そして最後の部屋、こちらはですね、素敵なお部屋ですよ。こちらもね、こちらからもバルコニーに出れますし、窓も出窓ですね。出窓タイプですね。いいですね。そしてクローゼットもね、このように2箇所ございます。で、この部屋にはロフトがついてるんですね。ちょっと登ってみましょう。これは素敵な、もうなんかね、荷物がたくさん入りそうですね。うわ、これ広いですね。こんなになってます。ここの部屋をね、なんかこう使って一つの趣味のお部屋としても使えそうな感じですね。はい、上から見るとこういう感じになります。このようにしっかりと全てのお部屋がですね、作られた素敵なお部屋が連なる西越前浜町2丁目でした。